はい、皆さんこんにちは、サイバーコネクト2松山でございます。続いてのご質問でございます。ドットアクシリーズ、一番最初の、無印の全4巻2002年に発売した、ドットアクですね。この、PS2 の、リメイクもしくはリマスターの、予定はありますか。これもね、いっぱいもらってます。で、あと同時に、誰にリクエストを出したらいいですかみたいなあのご質問も、いただいております。で、今現状ですね、リマスターリメイクの、予定は、我々には今のところないです。で、誰にリクエストを出したらいいかっていうと、これも、バンダイナムコエンターテインメントさんに、ぜひ、リクエストを、出してください。サイバーコネクト2がね、手掛けてきた、ドットアクシリーズっていうのはもちろん我々が、原案を作り、そして、作ってきた、RPG のシリーズなんですけども、我々はあくまでデベロッパー、開発会社ですので、ドットハック自体の、発売元はやっぱし、バンダイナムコエンターテインメントっていう、会社にやっぱなります。で、権利もバンダイナムコが、持ってます。なので、ドットハックの新作とか、リマスターとか、そういったものをぜひお願いしますっていうのは、我々に言っていただくのももちろん、ありがたいんですけども、バンダイナムコエンターテインメントさんに言っていただくのが一番効果的だと思いますね。で、もうこれも賞味の話、じゃあ作ってくださいって言ってバンダイナムコさんが分かりましたやりますってなるかっていうと、なかなかね、これも簡単な話ではやっぱないと思いますね。応援できる一番いい形っていうのは、あら、ここにありますね。PS4 の、ドットアク GU ラストリコード、これがちょうどね、ドットアク GU を、HD リマスターした、作品なんですけども、これがもっとね、売れれば、多分無印の4作も HD リマスターするかみたいな話もね、なるかもしれないので、まずはね、ここからかなって思いますね。なので、ぜひ、ドットアク GU ラストリコード遊んで面白かったっていう方はね、まだ遊んでない人にどんどんお勧めしていただけると、少しでもその可能性は、上がっていくんじゃないかなと、思います。ちなみに気持ちの話だけをしておきますと、我々は、無印のドットハック、リマスターを作りたくて仕方がありません。